うわぁ、うわぁ、おい、さすが、さすがにそれはねえだろ。リボルバー多すぎ。いや、きちな。まあ、だけどまあ、リボルバーだったら、リボルバーだったら、賞味ワンチャン。リボルバーだったらワンチャン。よし。これ、マジで頭一発武器だから、序盤とか言うても結構最強なんだよな。あんまり負ける気がしない。あ、ワンチャン上から降りてくる。いや、上で芋った感じかな、これ。いや、上だな。芋ってそうだね。いや、なんか開口ってねえかな、こいつ。お、いいじゃん。まあ、でも、俺はリボルバーしか使いませんよ、と。まあ、やはりね、やっぱリボ、まあ、初手でやっぱリボルバーで負けたとしても、そのね、初手武器で負けたっていうその言い訳をなくしたい。そして、やはりちょっとみんなにちょっとやっぱ希望を持たせたい。武器ガチャ、リボルバーは武器ガチャ負けじゃないんだよっていうのをちゃんとやっぱシカトで伝えたい。みんなに。リボルバーだけで勝つ。あ、やっぱいるわ。やば、終わった。終わった。その爪は、え、え？じゃあやっぱそういうことなんですよ。この皆さん。あの、リボルバーは、あの、神武器なんで、あの、負けません、本当に。これバレないのが結構大事だからね。バレない前提だから、割と。こいつを、待って、行くぞ、行くぞ。よし！ほうでーちょっと待って、一旦ちょっと落ち着こう。一旦落ち着いて、隣の時やりたいよね。隣の時やりに行くわ。ちょっとこの武器がやっぱ最強ってところ、ちょっとみんなにやっぱ伝えたい。これだけでリスナー多分だいぶ減った。いやー、この武器はさすがに無理だよ。あー、無理だ。マジで無理武器しか落ちない。やばい。ガチやばい。いや、ショットガンありがっ。いや、俺は今回はね、あえて最弱武器で勝つことをちょっとここに宣言するわ。おめえ、どこ逃げようとしてんねん、おい。いや、強いんじゃね？初手武器ガチャ負けたって言ってる人たち、多分これが本当に多分一番負けたと思う。多分リボルバーも、多分近距離武器も多分全部使えるじゃん、ある程度は。本当に使えないのってこれでしょ、多分。ちょっとこれでやっぱ勝つところやっぱみんなにちょっとやっぱお届けしたいよね。しっかりと。ちょっとまあ見といてや、ちょっと。本物の猛者になったら、ま、マンション戦とか、本当にあのクロスボウだけで勝てるんやってっていうところ、ちょっとやっぱりしっかりね、みんなに教えていきたい。そこはしかと教えていきたい。やばすぎ！逃げろ！さ、立ち回り大事だから。で、あー！いや、バカおる！あー、武器！武器！来い！神武器！来い！いや、開かん。あー、武器勝っちゃった。あー、クロスボウ！いや、これ激アツだね。これある意味激アツだね。いや、でも、俺は、あー、来ました！だが、しかし、武器ガチャ負けて、武器ガチャ勝ったとしても、負けたとしても、この武器さえあれば皆さんご安心ください。勝てます。わ、コインもられて結構やばいっすね。下から来てますよ、また。あー、これやばい。これやばい。来てくれた方が嬉しい、個人的には。あー、やばい。あー、やばい、やばい。これ待たれちゃうとね、結構ね、渋いんですよね。あ、来てくれた。これ、一発。打ち切った。そういうこと。しかも、これの最強組み合わせはさ、もう武器として武器じゃないじゃん、こんなの。正直言ったら。ほら、ちょっと待って、真ん中はいなさそうだね。今はいなさそうだね。これね、これ持ってると超マジ強いんよ、これ。ここ投げるじゃん。多分これ1枚しか多分いないと思うから、こうやってやってんだけど、ここで毒ガスを食らわせることによって、食い打ちを食らわせずとも、一発で敵がやれてしまうっていう、マジで驚きのファンタスティック技。やばすぎ。ここでもう一回言わせる。ここで一回もう一回言わせて。うわー、これやばい、苦しい、これ死んじゃうよーって。今彼は
まさに今そこにいる状態なので、これですね。この武器が最強と。本当はもうちょっとやりたかったんだけどね。もういないからね。みんな武器ガチャ負けだと思っても、この武器使えば絶対勝てるから。安心して。絶対勝てる。やばすぎ。いや、でもね、俺の周りあんまりなかった。いや、でもそうだね。一つの方法として、人をゴミのように思えばいい。いや、違う、違う。それは違う。それは違うぞ。おい。それはひねくれてるぞ。おい、コメント欄。あ、ごめんなさい。野菜の間違いだった。いますね、これ。いや、いるんだよな、一番。いや、いるんだよな。いや、あいつ怖え。だよね、撃つよね、絶対。絶対撃ってくるよね。俺分かってよ。100を前は撃つだろうねって。しゃーいや、惜しいな。ここにエイモーク。伏せ打ち、近距離伏せ打ちがどれだけ強いかっていうのをちょっとみんなに教えたい。いるね。伏せは入ってないでしょ。あぶら、あー、ごめん、伏せれなかった。ごめんなさい、伏せれなかった。バチバチ伏せようと思ってたのに。いや、いるんだよね。どっからか、やば、危な、ノーバー。やるな。いいね、気持ちいい。データが何があった。ん、どうだ、そこいんのか。いや、これ右が怖いんで、めんどくせえんだよな、右が。オッケー。あれ、こいつだよね、最後多分ラスト1枚。はい、やった、やりませんね。昔僕伏せ打ちめちゃめちゃ好きで使ってたんですけど、まあ最近も別に使ってないかと言われれば別に使ってんだけど、まあでも最近は伏せキャンがね、結構やっぱ主流になっちゃって、やっぱ伏せキャンって言われてるんですけども、やっぱり伏せキャンをするにしても、やっぱりまず一つの工程として伏せが入ってると。だからやっぱりね、伏せるっていう行為をすること自体が結構強いんで、ちょっと俺ここいらでね、もう一回ちょっと伏せ打ちをね、ちょっとブーム化させたい。ちょっと伏せ打ち絶対強い説。今でも伏せ打ち強い説。昔ね、ね、多分まだ知らない、まあ、知らない方も多分いると思うんでね、ね、言うとね、僕昔クラン入ってた時に、一番最初に入ったクランがね、伏せ組だったんですよ。そう、伏せ組っていうね、クランだったんですけど、まあ、もちろんそれ聞いた瞬間に、じゃあなんかただ単に伏せるクランなのみたいな感じで多分ね、思う方多分たくさんいると思うんですけども、その通りです。ただ伏せるだけのクランです。ああいうキャラコンとかって結構タイミングによっては結構マジで使えて、まあどういうことかっていうと、まあ相手がエイム、例えばの話、こうやって合わせてる、マンション戦とかこうやって合わせてる時とかに、相手が伏せると、視野、ここに合わせたエイムっていうのを下に下げないといけない工程とか、まあ合わせないといけなくなるんで、そう、まあ多分分かってる人の方が多分多いと思うんだけど、まあでも言うてもね、僕の多分リスナーさん結構初心者の方が多分多かったりすると思うんで、まあ、伏せキャンとか伏せるのってなんでするのとかっていう理由の一つは、それですね。いや、それ抜け、気持ちいいかよ。いや、ガチ気持ち、今の気持ちよすぎでしょ。山行くか、さっきアンチの方。怖いなぁ。おい、今撃ってるの俺だよって、やめろよ、もうゴースティング宣言。いや、もうだるいなぁ、ほんとに。うわぁ、ゴースティング来た。ゴースティング来た、ガチで。うわぁ、もう最悪。いやぁ、もう最悪、ガチで。で、しかも降りられないし。
いやもうガチでゴースティングやめてほしい、本当に。もうこいつらやばすぎ。わかんないけど、多分こいつらだったかもしれない。もしかして今、なんか、いや、嘘ですってなんやねん、おい。いや、ガチで今俺この人たちがゴースティングかと思っちゃった、一瞬。いやもうマジ、よいしょ。上いんのかな、これ。いや、でも、やばか待って、やばい。やばすぎ。あ、えぐ、めちゃめちゃエイムいいんだけど。え、マジ怖っ。待って、やばい、車欲しい。いや、バイクか。しゃあない、あのバイクで行くか。やばい、エイム良すぎ、マジで。死ぬかと思った。よいしょ。マジか、危ない。ガチ行ってる。1枚いや、まあ行くか、とりあえずアンチアベイで。そうだね、車入れちゃうか。で、上見るしかなさそうだけどな。いや、怖えな、これ。おっと、抜いてるか、これ。上から刺されてる、わかんないけど。いや、待って、左の方にもいんだよね、これ多分。お、抜いてるね。あ、終わった。と、右が抜かれたと思うんだよね、この距離だったら。来てる。サプライズ、サプライズ。ほなサプライズって言って。やばすぎ、やばすぎ。え、来る、これ。ガチ、そんなことある。やばすぎ、やばすぎ。ちょっと待って、俺がなんか無差別な格好しちゃってるみたいな。こっち側に欲しい。こっち側にドア欲しい。じゃあ、なんかドアもう回復しちゃうか。これショットでいけんじゃない？いくよ。ちょっと見とって、モンスターストライクショットで俺勝って、いくよ。ここでしょ、こういうこと。やばい。いや、こういうこと。ガチやば。いや、マジしんどい。ガチか、しんどいな。逃げろ。逃げしかない、ここは。全力で逃げ。いや、ダメだこれ、きついか。いや、この丘だったら勝てる。やばい、ちょっと待って、やばい、やばすぎ、やばすぎ。ああ、もうか、どこでもいいから。終わった。いや、切り替えてるかも。やばいな、あれやるしかないよな。やばい、耐えろ。え、マジ硬すぎ。ちょっと、やばい、やばい。いや、耐えろ。ガチ耐えてくれ。いやー。いやー。マジかー。